この実験を行った私がなぜ自らの手で実験結果に干渉しなければならない。教令員は送信計画を最終的な目標としていた。なのにあなたはそれをただ一回の実験としか見ていなかったというの。狂っているわ。もしも実験が成功していればあなたは新たな神を創造したことになる。そうなった時あなたはどのようにして自らが忠誠を誓った相手と向き合うつもりだったの。それでも今のポジションを選ぶのかしら。その時のあなたは自分がどんなものになっていると思う？私は学者に過ぎない。これらの結果はその可能性に直面するかもしれない私に判断を委ねるべきだ。だがお前の言うことは何も間違っていない。だからこそこの実験には少々失望したのだよ。あなたは一個体として貴族感があまりないようね。普通の学者と比べたらなおさら信仰に欠けるわ。いやいや、私にも当然ながら信仰はある。ただお前の一貫した定義にそぐわないだけさ。さて話もここまでにしよう。実験は終了だ。そろそろ道具の整理をし材料を回収しなくてはな。例えばそう、神の心を。クラクサナリデビー、お前は聡明な神だ。今この瞬間における戦力の差は理解しているだろう。その雷の神の心をお前は戦闘に応用することができない。あなた私と交渉をしに来たと言っていたわよね。だけど私には今力ずくで奪おうとしているように見えるけど。ただ事実を述べているだけさ。私はこれでも一回の学者だ。知恵の神にはもちろんできる限りの尊重と体裁をもって接したい。あなたのその虚職は絶対的な自信の上に成り立っているのかしら。あなたの考えは分かったわ。なら私が今ここで神の心を破壊し天理を呼び覚ましたらどうなるかしら。天理を呼び覚ます？可能だと思うのか。天理は長いこと沈黙を保っているけれど神の心は天理がテイワット大陸および一切の法則を司るための象徴よ。それを破壊したらもう一度天理の目を引けるかしら。そうなった時カデューのした行いは一体どうやって収拾をつけるのかしらね。あなた私とこの可能性についてかける勇気はある？ふん、かけ？いやはや驚かずにはいられない。私はてっきりお前が証拠や厳密な推理論証を持ち出すのかと思っていたが、よもや知恵の神の口からかけなどという言葉を聞くとは。だが実に巧妙な一手だ。まさか以前私がお前の意識を捕捉した際すでに見破られていたのか。学者としていかなる可能性も尊重しなくてはならない。これは私のモットーであり実験者に欠けてはならない品格でもある。確かにそのような可能性は無視できん。ならば言うがいい。お前の条件は何だ？たとえ異国の神の心をスメールに残しても災いが生まれるだけ。でもこの雷の神の心はあなたたちの執行官を一人倒したことによる戦利品よ。今になってその戦利品を奪い取ろうというのなら全ての元凶であるあなたが相応の代価を払うべきではなくて。代価？
面白い。一体どんな代価を払ってほしいのだ。他の断片を全て消去するというのはどうかしら。そのような手段で知恵の国の最たる脅威である私を制限しようと。確かにそのやり方は私が時間という次元に投入した目を奪うことも同然だ。断片の制作は非常に難しく、極めて希少な資源と膨大な時間を必要とする。それをここで全て破壊させようとは非常に賢い選択だと言えよう。実に面白い。お前はとっくに私を警戒していたようだな。全ての私の中でお前が出会ったこの断片こそ最も利己的なものだ。もしも私でなければそのやり方は成功しなかっただろう。監禁されていた時お前は何を見た。私を観察したからこそ私が彼らに疑われることにとっくに辟易し、終わることのない言い争いに嫌気がさしていたことを知ったのか。あなたが言ったのよ。自らと和解すること自体極めて困難なことだって。頭のいいあなたはそれができているのかしら。なるほど。あまたのあれら私と神の心一つが同じ価値だとお前が思っているのならよかろう。取引成立だ。そんなに気にしていないようね。まさかあなたたちの関係って本当にそんな悪いのかしら。気にするほどのことではないと思うがな。余分な自我で神の心と交換できる、これ以上の高値を自分につける者がいると思うか。それに私の力をもってすればいずれもっと良い視点が見つかる。むしろお前のそのリードは一時的なものに過ぎない。しかしお前はどうやって私が完全に彼らを消したことを確認するつもりだ。私には見えるわ。あなたに唯一残っている心情が。馬鹿げた決断をふざけてるのか。極まりない選択だ。自分さえも裏切る。これで終わりだと思う。立てかまずな代価に見合うといいがな。絶対に後悔するよ。どうだ、確認したか。持っていきなさい。この先学術都市は私が完全に引き継ぐわ。アーカー社の運行を止め、人々の知識欲と好奇心に学術領域を支配させる。もうあなたに付け入る隙は与えない。私の学術成果は故郷では評価されない。実に悲しいことだ。もちろん私もこの都市に3回も拒絶される趣味はない。これで駒が一つ、そしてお前の草の神の心も。その貪欲さは身を滅ぼすわよ、スネージナヤの執行官。いやいや、これは別の交渉さ。どうせアーカー社を止めるならスメールの神の心がここに残っていても重要な役割を果たせないだろう。求めるものに求めるものを送る、それが神の責務ではなかったか。ほう、その表情あまり気に食わないようだ。ならば考え方を変えよう。知恵の神ならば私の知識と交換するのはどうだ。この世に流布する伝説では全て人々が知恵の神から知識を手に入れるということになっているわ。それなのにあなたは
自らの知識を使って知恵の神のものを交換しようとしている。凶暴たる行いだけど、確かに興味はあるわ。お前は全ての知識を持っているが、この噂を聞いたことはあるか。確かこう言ったか。テイワットの星空は偽りである。それが？それは世界樹によって隠された世界全体に関する真実の秘密。これから言うことを話し終えたら、お前とはお別れだ。交渉の後、双方とも欲しいものを手にするだろう。お前とこのような形で会えて、とても嬉しいよ。凶暴なるものよ。信仰はあなたにとって、何の意味もないのでしょう。でも、あなたの話に耳を傾けるくらいなら構わないわ。来たのか？ちょうど今朝ごはんができたってコレイが言ってたぞ。早く起きろ。おう、おはよう。具合は大丈夫か？ならよし。オイラたちも結構回復してきたみたいだな。これならティナリも外出を止めたりしないんじゃないか？外に行こうぜ。おはよう。目が覚めたんだ。うん。今日の朝ごはんは私が準備したんだ。食べてみてくれ。口に合うといいんだけど。こんなにうまいもんを食べられるのもお前のおかげだな。うん。マリン病が完治した後はすっごく元気なんだ。毎日ご飯を 4、5食作ったって問題ない。お前の腕ならやれると思うぜ。そうだ、昨日の夜お前が寝た後、
ある人からお前宛ての手紙が届いたんだ。オイラはお前が起きてから一緒に見ようと思って、まだ開けてないぞ。開けるなら今がちょうどいいタイミングだぜ。お、ニーローからだ。グランドバザールで宴を開催するの、ついでにセナの大マハマトラ復職のお祝いもするんだ。英雄であるあなたたちにも出席してほしいから待ってるね。最後に宴の日付も書いてあるな。2日後だ。うん、私もお前たちが英雄になったことを聞いたよ。本当にすごいな。いいな、時々お前みたいに強くて自信のある人が羨ましくなるよ。照れるな。じゃあグランドバザールに行ってみようぜ。うん、行く前はティナリ師匠に一言言うのを忘れずにな。おはよう。具合はどう？だいぶ良くなったぞ。お前は？問題ないよ。気を使ってくれてありがとう。でもその様子からしてもう仕事をし始めてるのか？うん、でもそんなに忙しくはない。マリン病の患者がみんな完治してハイパシアも回復したんだ。今の僕はレンジャー長の仕事だけすればいい。やっぱり世界樹が良くなるとみんな良くなるんだな。うん、でも後遺症も少しある。例えば刺激、新しく増えはしないけど今あるのがいきなり消えることもない。これからも僕たちレンジャーがやっていかなきゃいけないんだ。そうだ、それといい知らせがあるぞ。セノが復職するらしいんだ。もう新鮮な知らせとは言えないね。すでに彼から聞いたよ。うえ、ここに来たのにオイラたちに会っていかなかったのかよ。一度ここへ来たけど君たちの療養を邪魔したくないからと僕に挨拶だけして帰ったんだ。祝賀会をすることはお前も知ってるよな。祝賀会？聞いてないけど。あれ、ニーローの手紙にはセノの祝賀会をやるって書いてあったよな。セノから言われてないのか？おそらく多分彼自身もこのことを知らないんだろう。ああ、そう言われると確かにセノって祝賀会に参加するようなやつじゃないな。ティナリとコレイもセノの友達だし、オイラたちと一緒に祝賀会に行こうぜ。コレイはここ数日僕が担当していた雑用などを引き受けてるんだ。あの様子だと参加する時間はないかもしれない。かくいう僕もなおさらだ。近頃森にオエラ型が何人か来ていてね。オエラ型？正確に言うと元オエラ型だ。事件に関わっていた賢者たちがアビディアの森で修行をすることになってね。それと彼らに監禁されていた人も解放されたんだ。え？うん、体は弱ってるけど怪我もないし虐待も受けていない。クラクサなリデビ様は本当に心優しいお方だよ。罪深きアザールらを許したんだ。だけど彼ら自身は自分たちの考えの浅はかさを恥じ、残りの生涯をアビディアの森で知恵を悟るために過ごすことにしたそうだよ。クラクサなリデビ様がザンヒョウを倒し世界中を救ったことを聞いて彼らは衝撃を受けたと同時に歓喜にあふれたらしい。知恵を探求する道に光が差し込んだように感じたんじゃないかな。
これらのことによりレンジャーの仕事もますます増えてね。仕事って本当に大変なんだな。しょうがないことだよ。少し話がそれたね。本題に戻ろう。君たちは今出かけようとしているのかな？ああ、そうなんだ。外出許可をもらいに来たんだけど、いいよな。もうだいぶ回復したし、行ってもいいよ。でも、安全には気をつけてね。